まだやるの？お願いします。僕の方が階級は上なんだぞ。 ウルフ隊長！ アセム 見ませんでしたか？ あそこだ。 熱心なやつだな。訓練？違うな。え？ありゃただのうさばらしだ。これが X ラウンダーの力だ。 グリッドアスノの息子、アセムアスノなんだ！ ベインガン、それは移住計画の失敗によって火星圏に取り残された人々が作り出した新たなる国家だった。過酷な環境で生きることを強いられた者たちは地球という楽園を取り戻すため すごいな。<笑>ここが連邦軍総司令部ビッグリングか。俺初めて中に入った。<笑>俺も。そういうのやめてくんない？おのぼりさんみたいで私まで恥ずかしいじゃないのさ。第7戦隊は警戒中域さん078。第42戦隊は父さん、父さん。 俺、父さんではない。私はこの騎士の司令官、フリット・アスの中将だ。え、<笑>よく来たな、アセム。お前の活躍期待してるぞ。父さん、お久しぶりです。アスの司令、ご苦労。ご無沙汰しています。<笑> 戦艦ディーバビッグリングに到着いたしました。詳細は後ほど報告させていただきます。うん、ディーバにはこの後地球に向かってもらう予定だったが急遽その任務を変更する。<笑>
米軍がビッグリングへの大規模攻撃を計画していることを情報部が掴んだ。ディーバにはビッグリングの防衛作戦に参加してもらう。はい。大規模攻撃、ゼハートも出てくるのか。アセン、二度と俺の前に現れるな。どうしたんですか？次世代型パイロット特別訓練プログラムだってさ。何なんだこれ。次世代型のパイロットを育てようという特別訓練プログラムだ。注意。知ってるんですか？話には聞いたことがある。アスの司令が発案したプログラムで、様々な訓練メニューを通じて各パイロットの特性を調べ、それをもとに総合戦闘力の高いパイロットを育成しようというものらしい。何でも X ラウンダーとしての適性もわかるという話だ。それ僕も受けられるんですか？5年以上モビルスーツ搭乗経験のあるパイロットが対象のようだが、特に制限は設けられていなかったかと。受けられるんですね。おい、あいつ見ろよ。ああ、アスの司令の。新人のくせに特別訓練プログラムを受けるつもりなのか？まずはどこに行けば。ああ、すみません。いえ、こちらこそ。あ、マックス少尉、やっぱり少尉もこれ受けるんですね。違うぞ。僕は別に階級が下の君に戦績で負けていることが悔しいからじゃなくて、ただ単に、そう、自分の可能性というものを探ってみたくなったというか。集合。これより訓練の詳細について説明する。あ、はい。人の話は最後まで聞けよ。今から設置された個々のマシンでテストを行う。それぞれのマシンからデータを収集して各パイロットの特性を調べ、その結果を発表する。各自心してかかれ。はい。ゼハートに追いつくんだ。1秒でも早く。そして父さんにも。何？ジェノアス2の整備記録。はい。前回の戦闘の時、左足の反応が少し鈍く感じたものですから、迷惑でなければ見せていただけませんか？と言われてもジェノアス2は俺の担当じゃねえからな。レミルース。はい。何ですか？この注意さんがジェノアス2の整備記録を見せてほしいそうだ。整備記録ですか？ああ、俺は仕事が残ってるから、あとは任せたぞ。実は前回の戦闘の時、左足の反応が少し鈍いように感じたもので。ああ、やっぱり。やっぱり。駆動系のアクチュエータと新型のデータ転送装置の相性が悪かったのは、私も気になってたんですよ。これ見てください。対策はすでに考えてあるんです。データ転送装置の誤り検出方式が SDK コード置き換えなのが問題なのですから、受信側に対応パッチを当てます。これで転送速度が 75% 上がる計算なんですよ。それに、どうかしましたか？ああ、いや。それに？それに、ここの制御ユニットと伝送系のコネクタを。モモリ？アセム。こうやって話すの久しぶりだね。艦内ではほとんど話す機会なかったから。そうね。あ、アセム、その格好どうしたの？ああ、特別訓練プログラムを受けてたんだ。もっと強くなりたくて。頑張ってるんだ、アセム。いや、そんな。
アセムはどうしてそんなに強くなりたいの？もっとちゃんと戦えるようになりたいんだ。もっとちゃんと戦う。ゼハートはベイガンだった。この前の戦闘の時、あの赤いモビルスーツに乗ってたんだ。まさかゼハートと話ができたの？あ、うん、あいつ変わったよ。そうなんだ、うん、いいな。え？あ、ううん、なんでもない。そっか、ゼハートに会ったんだ。